急遽司会を引き受けてくれた野田直子さんからぜひ一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。姉御お願いします。つながら立花さん、かなさん、おめでとうございます。正直羨ましいです。私はですね、長い間白馬の王子を必死に追いかけてきました。あの人かな、この人かなと、それはもう大変な騒ぎで、34年間の時間とエネルギーを全てそこに費やしてきたと言っても過言ではありません。でもある時、ある人が私に言ったんです。結婚はゴールじゃない、逃げ道でもないと。まあ終えるというものは楽じゃありません。変わり映えのしない毎日の中で独身男はどんどん消えていき、後輩たちに先を越され、仕事をしっかりやってても寂しい女と思われやしないかって、もう心の中でもうジタバタジタバタ、もう焦って戦ってるんですよね。そこから脱出する一縷の望みは合コンと結婚だけだ、なんつって。ある日気がつくと、私は何もかもなくして本当に一人ぼっちになってました。でもそんな時、別のある人が私に言ったんです。ゆっくりとした時間の中で今日するべきことをする、それが幸せだと。出口の見えないトンネルを息切れしながら走っていた私の毎日に風が吹きました。その時やっと分かったんです。幸せはがむしゃらに追いかけるものじゃない、ましてや戦って勝ち取るものでもないって。それは多分自分のすぐそばにある、そんなそこにある幸せに私は気づいていないだけでした。そういう一瞬一瞬を分かち合える人がいることが本当に幸せですよね。だからやっぱりものすごく羨ましいです。立花さん、かなさん、いつまでも仲良くお幸せに。